癒しのロック鼻歌ゆ鮎川誠さん鼻歌ゆへようこそ。今回の鼻歌ゆはスペシャルバージョンでお送りしますよ。マーティー対鮎川誠さんで戦ってもらいます。イエーイ。誰が歌うんですか？せん越ながら私が鼻歌を出していただきたいと思います。やるじゃん。さあシェリーは何にね、歌わされるかはまだ知らされていません。今からですねヘッドホンから流れる音を聞いてシェリーは鼻歌を歌います。僕は止めたんだけどね。ズンズタンうん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 さあ期待以上の鼻歌を。はい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 。判定はよりまさ。残念。それだったら知ってますよ。さあそれではシェリーさん引き続き鼻歌をお願いします。さあお二人、はい、相川さん。これよね。シナイズパンクロッカー。正解でござる。正解ですよ。これからやるのもなんなんですけど正解した鮎川誠さんにはですねこの藤山テレビを。おお、ありがとう。あ、失礼します。おーイエーイ。ラモンズの曲ミスした。悔しい。まだ2問目ですね。第2問目をお願いします。セクシーだよ、これは。チャイニーズロー。あ、よく知ってるね。これね。正解でござる。最終問題、つまり大逆転問題でした。大逆転。次を正解しますと3ポイント獲得ということになりますからね。さあそれでは芸者ガールとしての何かを捨てたシェリーが第3問目を歌ってくれます。鼻歌お願いします。Johnny be good. マーティーさん引き強いね。そうだ。最終問題大正解ですよ。はい、やられちゃった。いやでもシェリーの鼻歌もすでに鼻歌の域を超えてましたね。最高。さあということで今回の鼻歌ゆスペシャルバージョン見事勝者に輝いたのはマーティー。イエス。まあこの鼻歌ゆではお二人には戦ってもらったわけなんですけどね。うん、せっかくだからセッション見たいですよね。鮎川さんやりましょうか。やろうぜ。混ぜてーな、混ぜてーな、混ぜてーな、よしてーな、よしてー。この後鮎川誠殿の必殺のリフが炸裂。鮎川誠さん鼻歌ゆへようこそ。今回の鼻歌ゆはスペシャルバージョンでお送りしますよ。マーティー対鮎川誠さんで戦ってもらいます。イエーイ。
誰が歌うんですか？僭越ながら私が花歌を歌わせていただきたいと思います。やるじゃん。さあ、シェリーは何にね、歌わされるかはまだ知らされていません。今からですね、ヘッドホンから流れる音を聞いてシェリーは花歌を歌います。僕は止めたんだけどね。ズンズタン、さあ、期待以上の鼻歌を。判定はよりまさ。残念。それだったら知ってますよ。さあ、それではシェリーさん引き続き鼻歌をお願いします。さあ、お二人。はい、相川さん。Tonight the punk rocker。 正解でござる。男の俺からやるのもなんなんですけど、正解した鮎川誠さんにはですね、この藤山テレビを。おー、ありがとう。あ、失礼します。おーイエーイ。ラモンズの曲ミスした。悔しい。まだ2問目ですね。第2問目をお願いします。いや、何よりセクシーだよこれは。チャイニーズロー。あ、よく知ってるね。正解でございます。最終問題、つまり大逆転問題でした。大逆転。次を正解しますと3ポイント獲得ということになりますからね。さあ、それでは芸者ガールとしての何かを捨てた鼻歌ゆえようこそ。今回の鼻歌ゆえはスペシャルバージョンでお送りしますよ。マーティー対相川誠さんで戦ってもらいます。誰が歌うんですか？僭越ながら私が鼻歌を歌わせていただきたいと思います。やるじゃん。さあ、シェリーは何にね、歌わされるかはまだ知らされていません。今からですね、ヘッドホンから流れる音を聞いてシェリーは鼻歌を歌います。僕は止めたんだけどね。ズンズタン、さあ、期待以上の鼻歌を。判定はよりまさ。残念。それだったら知ってますよ。さあ、それではシェリーさん引き続き鼻歌をお願いします。さあ、お二人。はい、相川さん。Tonight the punk rocker。 正解でござる。男の俺からやるのもなんなんですけど、正解した鮎川誠さんにはですね、この藤山テレビを。おー、ありがとう。あ、失礼します。おーイエーイ。ラモンズの曲ミスした。悔しい。まだ2問目ですね。第2問目をお願いします。いや、何よりセクシーだよこれは。
チャイニーズロック。あ、よく知ってるね。正解でございます。最終問題、つまり大逆転問題でした、ね、大逆転次を正解しますと3ポイント獲得ということになりますからね。さあ、それでは芸者ガールとしての何かを捨てたシェリーが第3問目を歌ってくれます。